バックベイ駅はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンダートマスストリート145にあるアムトラックマサチューセッツ湾交通局の駅である。1899年に建設された駅舎駅2016年4月あたり駅は1899年ボストンオールバニー鉄道とボストンプロビデンス鉄道の分岐点に建設された。 現在の駅舎は1987年、オレンジライン延伸事業の一部として1929年に建設された駅舎を建て替え、当時、マサチューセッツ州知事であったマイケル・デュカキスにより、デープカットされた。上記のうち、アムトラックとマサチューセッツ湾交通局の2社は、当駅を共同使用しており同じ構内に発着している。 アムトラックの出発する列車は、下記の通り。なお、サウス駅行きの列車は校舎のみの扱い。隣の駅ボストンより主に南や西の地域を結ぶ、マサチューセッツ湾交通局通勤鉄道各線の駅となっている。なお、プロビデンス、ストートン線のみ隣のロードアイランド州まで路線が伸びている。マサチューセッツ湾交通局通勤鉄道線の発着する列車は、下記の通り。 隣の駅地下鉄のオレンジラインが乗り入れている。マサチューセッツ湾交通局あたり駅を通る地下鉄は下記の通り。隣の駅あたり駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。